はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マインクラフトやっていきましょう。今回は、まあ、久々の、これは見たことありますでしょうか、ポータルトラップがなんと初期リスにできてしまったということで見に来ました。いや、まあ、今日もネタがなくてこういう動画撮ってるんですけど、最近ですね、動画をもうちょっと頑張ろうかなって思ってて、まあ、今日は多分半分雑談になるかな。はい、ということでまずポータルトラップから見ていこうかな。ということでポータルトラップこんな感じで、まあまあまあ見たことあるよね。この何かける何ですか、これは 5×5 ぐらいかな。5個置いたんだかな。 1,2,3,4,5,6 個かな。 6×6 かな、これは。まあ多分誰か壊したんだろうな、なんか壊しちゃったんだろうけど、なるほど、まあそんな感じになってるんだ。まあなんか久々にポータルトラップを見たな。で、なんかどうだろう、 2B2T ちょっと荒れ始めてんのかな。最近まあちょっとずつね、あの 1.17 は増えてるんでね、まあ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 楽しんでもらえてるのかもしれないですけど、どうなんだろうね。デュープないっていいのかな。なんか意外とデュープない方がいいみたいな意見も多いし、なんか微妙でさ、なんかどっちがいいのか全然わかんないんですけど、まあこれからも楽しんでくれればいいかなって思います。はい。まあまあよくわかんないけどって感じですかね。はい、なんか後ろから追われておりますが、僕は。はい、という感じで、まあまあ最近まあ 2B2T をやってるわけなんですけどね、そろそろね、ちょっと僕も 2B2T を引退して動画活動を本格的にしたいなって思ってるんですよ。まあその引退っていうのは別に動画上げないって意味だけであって、まあなんか違うものをもっと上げたらいいなって思って、サブチャンネルではね、最近ショートを1日2本ぐらい、2本から3本ぐらい上げてね、いろいろ検証シリーズやってるんですけど、メインチャンネル何しようかなって考えてるんですけどね、メインチャンネルはちょっと3型の生放送も全部動画化していこうかなみたいな、それぐらいの勢いでちょっと頑張れたらいいなって思うんですよね。まあ、できるかどうかわかんないですけど、まあちょっと頑張りたいなって思っている次第です。はい、まあ頑張れたらいいな、俺本当に頑張りたいなって思うんでね。はい、ということで、まあ、そんな感じですね、今日の動画。ということで、皆さん、よければチャンネル登録ね、高評価よろしくお願いします。今日何の動画だったんだ、これ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またね。